皆様こんにちは。今回は岡山県赤磐市の物件をご紹介します。当物件は昔ながらの趣を残しつつリフォームされた古民家物件です。それでは宅内をご案内します。玄関を入り左手に居室があります。こちらは南側の続き間です。お庭に面した縁側がついています。北側にはフローリングにリフォームされた8畳の板間があります。さらに奥には4畳分の納戸もついています。玄関の正面には台所があります。キッチン台も丁寧に使われており、綺麗な状態です。台所から東側にある土間スペースに出られます。壁や土間をリフォームされており、おしゃれな雰囲気です。敷地の南側にはいろいろな趣味の作業が楽しめる倉庫がついており、お庭にはピザ窯や井戸もあります。赤磐市で田舎暮らしを楽しみませんか？ご案内などお気軽にお問い合わせください。